西東京ラーメンクラブ。よっしゃ、西東京ラーメンクラブの杉です。はい、ということで、本日ですね、もう12月は下旬、2020年もあと残り少しなんですけども、本日もラーメン二郎の全国制覇やっていきたいと思います。ということで、こちら本日ですね、見ていただければわかるでしょうか。はい、宮城県はね、仙台市、仙台駅にお邪魔しています。ということで、本日お邪魔していくのはラーメン二郎全店制覇36店舗目のラーメン二郎、仙台店さんに行っていきたいと思います。今回訪問する仙台店さんの店主さんは、新小金街道店、そしてね、野苑街道店、他三田本店などで、修行をされて、2011年にこちら仙台の地にお店をオープンしたということで、初めて関東以外にできた店舗ということで、できた当時非常に話題になったお店でございます。でそんな店主さんが作るラーメンは、もう程よく乳化されたもので、二郎標準的な、オーション麺であったり、もう大きなバラロールであったり、そしてちょうどいい茹で加減の、野菜であったりと、もうどれもね、非常に美味しいものということで、この一杯を求めて日本各地からたくさんのジロリアンであったり、ラオタたちが訪れるということで、もう連日大行列なね、お店なんですけども、こちらの店舗ね、トッピング類とかも非常に豊富で、でさらに、かけにはね、つけ麺も提供されていたり、何度行っても楽しめる店舗ということでね、今日ね、初めての訪問なんですけども、もう初めて行く前から、裁縫確定演出がね、出ております。でこちらの店舗はね、二郎で珍しく基本無休でやってるお店ということで、もう食べたい時にいつでも来れる、そんなところもね、非常に魅力がある店舗でございます。ということで、今現在こちら仙台駅にいるんですけども、歩いて行くことも可能なんですけども、少しね、距離があるので、今回僕は地下鉄に乗って向かっていきたいと思います。では行きましょう。レッツゴー。はい、ということで大町西公園駅に到着いたしました。ここからね、二郎までは歩いて7分ほどということで、早速ね、お腹も空いてるんで向かっていきたいと思います。ちょっと遠いんですけども、あちらに黄色い看板、ラーメン二郎仙台店さんございます。なんか思ったよりも並んでなさそうで安心しております。ということで早速入っていきましょう。レッツゴー西東京ラーメンクラブ。はい、ということでラーメン二郎仙台店さんにやってきているんですけども、基本情報はこんな感じでございます。こちらの店舗は基本無休なんですけども、臨時休業等もあるので、随時ツイッターをチェックしてみてください。でこちらの店舗は列に並ぶ前に食券を購入する店舗なので注意してください。で卓上は左からブラックペッパー、返し、一味、お酢が置いてあります。で近くに自販機がないので、食券にて黒ウーロン茶の購入をすることが可能です。でこちらの店舗のメニューはこんな感じです。小ラーメン、小豚、大ラーメン、大豚で、その他トッピング類が豊富で、キムチ、生卵、生姜、玉ねぎ、チーズで、また豚1枚追加でプラスで50円で、先ほども言った通りで、店内や店外に自動販売機がこちらの店舗は置いていないので、食券機にて黒ウーロン茶の購入をすることが可能です。でこちらの店舗、店内は他店に比べて非常に賑やかな感じがして、女性客も多く、また女性の助手さんなんかもいて、非常にね、初心者にも入りやすい雰囲気だなと感じました。でコールです。ニンニク辛めで。はい、コールはニンニク辛めで、だいたい10分ほどで着丼です。はい、こんな感じです。非常に食欲をそそるビジュアルで、熱々のスープから立ち込める湯気で、そしてそれと同時に持ち上がる香ばしい香りがもう最高でございます。でまずスープからいただいていくんですけども、こちら程よく乳化したもので、豚だしの丸い優しい味わい、そしてそれに包まれるようにこの醤油の返しも感じられる、ツンとしないまろやかな味わいが楽しめます。でデフォルトでも背脂がたくさん浮いていて、おかげで口当たりも滑らかです。でそして野菜はシャキシャキしすぎず、甘いスープとね、絡まる味わいがよりうまさを引き立ててくれるものです。でもやしとキャベツはこの日は7対3ぐらいの比率でした。でそしてお待ちかねの麺を野菜の下から持ち上げて、すすっていくんですけども、二郎標準的な極太縮れオーション麺で、で結構柔めな食感で、スープの味をこちらしっかりとまとっていて、噛むことがね、全く疲れない、もはやこちらも飲むようにすすれてしまう至極の麺でした。個人的には結構好みの麺で、もう箸で麺をつかむ勢いっていうのはね、全く止まることはありません。なおこちらの店舗は固めオーダーをすることも可能なので、固めが好きな方はぜひこちらもおすすめします。
で、そして食べ進めているうちにね、こんなもう特大の豚が現れるんですけども、非常に見た目にインパクトのあるバラロールが2枚入っていて、柔らかい食感で噛むとじわっと肉汁のね甘みを感じられるものです。で、豚の脂身の部分からもトロッとしたマイルドさなんかを味わえて、いやもうこんなうまい豚食っていいのかと、もはやもう罪悪感すら覚えます。で、今回こちらの仙台店さん訪問してみて、いやもう二郎屈指の評判の良さで、そして行列の長さをしっかりとこの一杯から実感することができました。トッピング類なんかも非常に豊富で、また牡蠣にはねつけ麺なんかもあって、もう何度行っても楽しめるということで、必ず絶対にもう必ず再訪させていただきたいと思います。個人的にもかなり好みの麺でした。でね、特にこの時期寒さがね仙台は非常に厳しいので、訪れる際はですねしっかりと防寒対策をして訪れてみてください。非常におすすめです。こんな感じで完食でございます。めちゃめちゃ美味しい一杯でございました。ごちそうさまでした。はい、ということで、ラーメン二郎仙台店さんにお邪魔してきたんですけども、いやいやもう衝撃的な一杯でございました。今回ねロット最後の提供だったということで、麺がねやわめだったんですけども、それのおかげでもうねずるずると飲むようにすすれてしまうっていうのと、それに合わせてねややくたの野菜であったり、もう何より豚ですね、思ってた以上にね大きいもので、もう食べ応えがっつりとあって、まあ、それでもね2枚ペロリと完食してしまうほどのもう美味しさがあり、もうどれをとってもねかなりハイレベルで、評判がいいことはねしていたんですけど もう予想をはるかに超えてきたので、もう本当にね仙台に来てよかったなって改めて思った一杯でした。はい、ということで、ラーメン二郎全店制覇36店舗目のラーメン二郎仙台店さんクリアということで、残りついに5店舗でございます。いやもうあと片手の指の本数で足りてしまうっていうのがもう衝撃的ですね。僕が目白台とかで千葉二郎をね行ってた頃は、いやまだこんなにあるのかっていう風に思っていたんですけども、もう気づけばあと5店舗ということで、ちょっとね寂しい気もしますね。二郎全店制覇が終わってもラーメン二郎はねずっと食べ続けていきたいと思います。ちなみに今日夜は二郎食べたんですけども、昼間にまた別の撮影をしておりまして、そちらの動画もね近日中に上がりますので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。はい、ということで、こんな感じでいろんなラーメンや企画を紹介していきますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。仙台最高。はい、ということで、ずんだ茶寮仙台駅西口店さんにやってきているんですけども、今回こちらで仙台名物ずんだシェイクをいただいていきたいと思います。で、新幹線でこちら仙台駅から東京駅まで帰るわけなんですけども、そもそもこのずんだ餅とかね、ずんだシェイクのずんだって何かちょっと調べてみたんですけども、まあいろいろちょっと説はあるそうで、まあずんだっていう言葉はこの豆を潰すずだっていう言葉からね生まれた、派生したなんていうね説がまあ濃厚らしくて、まあ非常に昔からこの東北地方で愛されてきた郷土料理ということで、初めていただいてみたんですけども、このバニラ系の甘さと同時に枝豆のね味っていうのがもう全面にガッと押し寄せてきて、もうこの窓の向こうの自分にもはや問いかけてしまうぐらいの美味しさでした。で、もう居酒屋とかにね行くと枝豆は僕はもう必ず頼むんですけども、まあ、そんな枝豆好きにもぴったりな、非常にね、新鮮なデザートでございました。めちゃめちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。